チューチュル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 、あー、どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきたいと思います。ザ・グッド・オールド・ケルソーブロックということで、よくも古いケルソーさんのブロックということですかね。説明文にコラボビズケルソーって書いてるから、コース名にケルソーさんの名前を入れたと思います。でもあんまり話すことないんだけど、このスティーボさんっていう方がいるじゃん。この方はね、めちゃめちゃ笑かしてくれるような仕掛けが多いんですよ。まあ、言葉を悪くすれば人をバカにしてるコースが多いですねいや本当にそれじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.09%。 そういや最近スーパーマリオメーカー4したと思うんだけど、そのせいでスーパーマリオルイージ U がしたくなったね。でも普通にやるの面白くないじゃん。だから敵を倒しちゃいけないみたいな感じでスーパールイージメーカー U をしようかなと思います。いや違う違う、スーパールイージメーカー U じゃない開幕トゲプー、新しいゲームを作るなってのメーカーだけにさ。じゃあこの場所でトゲとプーをかわす。で下のプラパ押し寄せてくれるんじゃない。であのリフトに乗って右にジャンプでいいのかな。ここ渡れる、うん、そうだよね、普通に渡らせてくれるわけないもんね。もう分かってんのよ、このリフトに乗った瞬間僕は絶対にやられる。落ちるかすぐ上に上がるか、どっちかなんだろう。何もやるか、何を言ってるんだ僕は。ああ、もう進み方が分かんないのよ。ここ右行ったらやられるさ。なんで僕はこんなに苦しい思いをしなくちゃいけないの。もうジャンプしていけるね。そしてこの上に行ってみようか。邪魔今日テンションおかしいって、もう見てるみんなも不安になっちゃうって、頭おかしいって思ってるんじゃないの。お前やめろ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 って。みんな大丈夫よ、普段は優しいお兄ちゃん、そしてかっこいいお兄ちゃんで通ってますからね。そんな怖がらなくて大丈夫だからね。土管に入れませんね。だいたいトロールコースっていうのはね、最初の土管もしくはドアに入るまでがオープニングっていう感じなんですよ。だからこっから本番開始っていう感じだね。左のハテナブロックを叩きたい気持ちをぐっと抑えないで叩いてみようけお前ちゃんとこっち来いよ、当てに来いって。おい、怒るぞ、怒だけに怒るぞ今のところつまんねえからカットするわ。なんかハテナブロック叩いたら今なんか出てきたの見えた。ここ小色の部分ちょっとあるじゃん、あいつが足場になってたんだろうな。じゃあここはボム兵を叩いてみる。キノコは取らしてくれたけど、この先は進め、いやこれどうにかしていけないか、チビになっていけないか。マリ頼む、マリマリマリ、ボム兵を叩く。そしてすぐにキノコを避けようか、いや先にキノコを避けようか。オッケーオッケー。そしてこのボム兵を叩いて上に進めばいいんじゃない。でこのハテナブロックはかわいいんか、てっきり魚だと思ったよ。でこの下に行ったらまずうせえこいつ出せよ。ここはもうすぐに渡っちゃおうか。でもドッスンが今日ボミスが多いよ、集中していこう。でドッスンがいたのが見えたんだって。ここに楽しいかい、僕をそんなに倒して楽しいかい、僕はちっとも楽しくないよ。なんであんな優しくしてくれよ。もう嫌だ、もうこんなにきつくなるトロールコースなんて全然思わなかった。クリア率 1% ぐらいだったら全然楽勝ぐらいかなと思ってたんだけど、やめろやめろケッペ様、そんなところに閉じ込まって僕がこのトゲベッドを持って倒してやるさ。お前が鍵を持っていい気分、めちゃめちゃいい気分だったけど、なんでよマジで面白いこの人のコースこの辺だったら大丈夫でしょう。もうこんなにクッパを雑に扱うなって。さあ鍵を手に入れた。うわどっち行くこれ、ドアと右、うわ右行こうか頼む、足場があってロールじゃないんだよ。すごく楽しませてくれるじゃねえか制作者さんよ、こんなに胸が高鳴るコースは久しぶりだぜ。じゃあ今度は素直に鍵扉入っていこうけ。中間があるじゃねえか、あの中間絶対欲しいよ。いや絶対ここなんか来る、上とかなんか降ってくるんじゃない。 P がなくなったらさ、何もない、大丈夫、やめてください。仕掛けが分かればもうこっちのもんよ、この場所で何もしない、そして上に通り過ぎていく。あいつらを見過ごしてすぐに中間ポイントを取っていくよ、それで取れるんじゃないかな。頼む、なんでそりゃ、僕が何をしたって言うんだよ、何もしてないじゃないか戦車車さんに。なあ普通に通ってくれればいいんだ、頼む。しょ絶対なんかしてくると思って、あのモブヘイドがさ、また上からなんか降ってくるんじゃねえかなみたいな、ちょっと身構えてた自分が恥ずかしいわ。でも当たっちゃった、カエルの歌が聞こえてくるよ、グワ
グワグワありったけの笑おうかき集めててて、どれだけを探しに行くのさ。大丈夫、薬とかやってないからシラフでもこんな実況ができるんですよ僕は。じゃあ酒を飲んだらどうなるかって、こうなるのさ。もうさっきからめちゃめちゃだって。そろそろ真面目にやります。マジでみんなが心配しちゃうかもしれない。僕は降りた瞬間左ダッシュ。もう分かってんだ。俺が何をしたんだよ。まずここは下に降ります。そして左、なんかバネ持ってきちゃったけどいいかな。まあいいや、この先必要になるかもしんね。そしてあ、ここでバネが必要になるんじゃない。で叩いてからのすぐ右に行こう。土管は入れないね。で、キノコ取っていいのかな。なんか裏にいるね。クリボーが裏に隠れてんのが見えんだよ。だからここは上でこのキノコを取っていこう。うまいね。てっきりこれをクリボーと思わせておいて、実はブロックかなんかだったんかな。だからここでじゃん。もうここまで来たらね、快楽さえ感じてしまってきてるね。だから制作者さん、これ以上罠を仕掛けてきても僕には無意味だよ。だからもうそんな無意味な仕事なんかやめて、さっさとクリアさせてくれないか。どうやって進めばいいんだい。僕はさっきこの上ピンポンって言われたよな。そしてこっからー、いしょいしょ、ブロックの上に乗ります。そして一旦避けようか。こっからどうするかよ。キノコちゃんが出てきてくれましたね。ありがとう。でクヨちゃんは出てきてくれたの。下に落とさないようにしてくれたのかな。ありがとうありがとう。後で可愛がってあげるよ。右のノコノコちゃんも可愛がってほしいのかな。なら僕に逆らわないことだね。一旦ブロックを壊すために踏ましてくれ。トロールコースで一番恋しいのは何だと思う。アイテムでもなければゴールでもない、中間ポイントさ。中間ポイントがゴールより嬉しいのさ。じゃあここは亀を投げて、いや一旦この亀を持っていこうか。この亀を持って投げればいいんじゃない。ここに床があるのが見えんだよ。だから右に投げる、それが正解だ。ほら分かった、だもうやめろ。君天才だよ。じゃあ左のブロックだったよね。次は逃げないで、あの場所にとどまっておきますよ。逃げちゃダメだ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 。初号機行きます。シンジ君、人が襲ってくる前にちゃんと逃げるのよ。わかりました、ミソトさん。ここだここだ、ミソトさん。大変です、初号機モンスターモード入りました。シンジ君止まりなさい。シンジ君、今ならまだ間に合うよ。早く止まりなさい。シンジ君逃げるのよ。ガチャ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 、これは上に行くしかないのか。右下にベッドがいるって書いてた。だから僕はもう止まらないんだ、美里さん。ここにまさか何やられたと思ったらまた別のものにやってる。人か、人だ。今日大丈夫。じゃああのトゲメイト取らなくていいんだ。取るふりしようか。取るふりしてジャンプした瞬間すぐ左に逃げてみる。ならこっちにトゲメットが出てきてくれるっていう感じで、でこのトゲメットをかぶって、土管に戻れば中間ポイントが取れるっていう感じなんじゃないかな。頼む、素直に取らせてくれればいいんだ。ダッシュで行く、僕はダッシュで行くよ。頼む、なんでよ。なんか今度さっきと違うじゃんか。え、何この知り耐久みたいなやつは。一旦これ全部取っておく。なんか後で邪魔になりそうだからさ。そして次はどうすればいいの。右下に行けってか。いや意外と簡単なんじゃないこれ。あ、わかった、これトゲベッドかぶらないように右に行けみたいな。ぬるぬるぬるすぎるぜこの知り耐久。知り耐久メッション舐めるな。一旦降りて左を進歩しかないよな。それでこの無敵状態のまま行け。いやしゃしゃみんなあとはゴールだけだよ。もうそんな遠くないじゃないから。なんか見た目的にももうすぐゴールがありそうな感じだよな。なんだあのバネは、動かれて危ないね。あのバネに引っ掛けようとしたんじゃない。いやこっからマジで調子よくどんどん行っちゃうよ。さあここでボメジャッキャメン。あー何よ、なんでそんなことしてんの。やめろって。クッパを雑に扱うなって笑かしてくれるね。この方のコースと僕の実況の相性なかなかいいかもしれない。
そんな自分の都合のいい解釈を勝手にしておく。さあ次の場面は、やっぱりまだまだゴールは先だよな。多分この場面が終わったらゴールがあるって感じなんじゃない。でこのお前どこに行ってんのよ。こっち戻ってきて、たぶんそのまま上に。ソーシャルディスタンスならこの場所に放っておけばクリボーが下がってくるんだと思いますよ。下がってこないね。いつ下がってくる。あ、下がってきた下がってきた。じゃあこのハイヒールを履いてこの砲台ぶっ壊す必要あるかな。まあ一旦ぶっ壊しておこうか。そして次はどうしよう。ここもヒップドロップでいい。一旦ヒップドロップしようか。いやこれだだだだだ、オッケー、あたー。何が起きたんだい今。ヒップドロップは間違ってないと思うんだよね。でこっから右に進もう。でこの砲台を壊したら土管がある。バネ、何もするな。絶対に何もするなよ。こっからヒップドロップしてすぐに土管に入る。これどうだ。待てよ。ここクリアすればもうゴールなのかい。すぐにジャンプしてかわせ。かわせない、かわせないね。なんで1個壊れてないのよ。分かった、砲台を壊した瞬間にすぐに靴を脱ぎ捨てればいいんだ。これで先に滑る。ゴールはまだなのかい。あのガリガリの中にあるとかそういうこともありえそうだな。下だけ壊そうか。上のブロック壊すのがなんか危険な匂いがする。だからこれでいい。オーケーオーケー。そしてこれをかぶって先に滑っちゅうことなんじゃない。頼む、ゴールよ。やだー、バビーや。もうゴール近いと思うんだよな。こっから音符叩いてみようか。音符から何が出てくると思ったら犬か。この犬は何をしてくれるんだろう。ただ下に降りていくだけ。特に意味はない。ジャパンを持って常に右出し右出し。デブロス。もうね、こんなにどんどんこけししながらトロールコースをやってるとね、この次の一発マリオもうやらないでいいんじゃないかなって思ってるね。なぜかってそんくらい疲れるからさ。ただの自業自得。あ、こっちの土管は入れないんだ。というかゴールが見えるよ。みんなゴールは近いぞ。上の土管は入れない。ここは下から行くか上から行くかっていうべきか。上から行ったら素直に行けそうな気もするけど、隠しブロックがあるかもしれない。あ、バネがあるよ。え、このバネ何。え、どうしよう。これ下から行ける。行けないね。一旦バネ持っていこうか。あー、なるほどね。これでクリアできる。頼む。いやー、なんでそんなところに土管があんだよ。頼む、中間ポイント戻しなきゃ。やめてくれ。やったもう素直にやらせてくれるだけで僕は幸せを感じるさ。さあ皆様、ゴールのお時間ですよ。ここでバネを持って上に行く。そしてここで砲台が出てくるんだけど、隠しブロックを叩いても何も知らん。いや、一回しゃがんでジャンプすればいいのか。そして下を押さないで、これでゴールなんじゃない。下足元がある。いや、一旦バネ持っていこうか。一旦このバネ持ってって足回ってくれよ。よーし、あっあっ、いや、まだ間に合う。よーし、あれいけるかな。いや、これさ、バネでお前どっか行けんだよ。頼む、ゴールをさしてくれ。いや、ここ叩いて、いや、ここ叩いてブラバが出てきたら危険だもんな。だからこれでゴールできるのか。いや、なんでなんで。もうどっか行けってお前。頼むって。いや、このまんまゴールできるんじゃない。頼む。あだー、来た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 。一番左だけ出さなかったらゴールができるはずだ。ここまで隠しブロックを出していい。これは絶対もうもらったよ。頼む。よっしゃ。いや、本当にこの方の罠めちゃめちゃ面白いね。まああとですね、 1,2 個ぐらいダウンロードしてたから、この方のコースが好きっていう方はぜひ楽しみにしておいてください。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、世界一のゴミ子ということで、まあタイトルと説明文に書いてある通り世界一ゴミなコースなんでしょう、きっと。でもね、ハートの数が多いのよ。だから普通にめちゃめちゃ楽しいコースなんじゃないかなと思って。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.98%。いや、どんな感じなんだろうね。ゴミ子とかめったにやらないからね。ゴミ子とか言っちゃ悪いんだけど、いや、だってタイトルにそう書いてるもん、世界一のゴミ子って。じゃあこのメットをかぶってこの先に進んでいけっちゅうことか。この先何もないよ。意味わからんて。多分さ、隠しブロックを全部叩いてその上に行けっちゅうことなんじゃない。だからこっから上に行く。もっとわからんて。一旦この亀の甲羅投げてみようか。ガリガリの中になんかあるかもしれない。バネ。あー、なるほどね。それさえわかっちまえばこっちのもんや。いや、ちょっと待って、あのバネを持ってさ、バネジャンして上に行けっていうことなんじゃない。いや、それ普通に難しくない。
いやこれはきちいね。いや負けるなピオキング、世界一のゴミ子に負けてしまうとお前はもうゴミ以下になってしまう。どうもゴミ系 YouTuber です。でもゴミはゴミでもな、ゴミなりのプライドっていうものがあるんだ。ペペルペペリペペルピープルポンプリポンプリパンプリパンプリペペリ。やべえこんなことばっかりやってたら下手くそっていうのがバレちゃう。僕バレちゃうあんまりできないのよ。きた、こっからよ問題は。あのゴールどうやってするの。いやこのピー踏めってことかな。いや一旦このまま当たって先に進もうか。ピーじゃんだー。いや普通にむずくないこれ。空中バネちゃんを成功させて空中ピーじゃんも成功させなきゃいけないんだよ。何それめちゃめちゃむずいじゃんか。いや B ちゃんどうやってしようか。空中 B ちゃん、 B ちゃんじゃねえや、 B ちゃんこれ成功。ただ僕気になってることがあるんですよ。あの P ちゃんを成功させた後も何かあるんじゃねえかなと。とりあえず P ちゃんを成功させようか。これでいいんじゃない。みんなには分からないでしょうね、あそこに行くまでの辛さが。このバネちゃんを成功させるのがどんだけ辛いか分からないでしょうね。ああ、みんな答えてくれよ。みんなの声が聞こえねえよ。僕はこれからどうすればいいんだ。まあこんなところで尺を長くするのもあれなんで、そろそろクリアテイク見せちゃいます。自分の技術が憎い。なんでこんなに下手くそなのか。もうクリアさせてくれ。あとピーチを一回するだけでいいんだ、頼む。でも大体分かったわね。こっからこうだ。ビジョンやった。きたいやこれマジで難しかった。っていうか僕が苦手っていうこともあるかもしんないんですけどね。まあ世界一のゴミ子というこのコース、普通にいいコースで面白かったですね。どうもご視聴ありがとうございました。